はい、どうも、こんにちは。今回は物理学の専門分野。えー、つまり言い換えたら、物理学の研究の分野についての全体像を話していこうと思います。であのね、当然なんだけど、自分にも特定の専門分野があって、そこから外れたところっていうところに関しては、あのもちろん、ね、細かいことに精通してるわけじゃないので、ここでは物理学にはどんな研究の分野があって、そしてそういう分野の人たちはどういうことに興味を持って研究してるかっていう触りの部分についてね、話していけたらなと思います。 でもってあのね、そういう物理学の分野について教科書的にそういし物理学とはってやってもねあの面白くないのでせっかくだからねあの緊張感を持たせるために黒板まっさらな状態からスタートして話すことも決めずに、えー、一発撮りでやっていきたいと思いますそしたらねあの生々しい雰囲気も伝わるし今この自分のね独特の緊張感も伝わるんでしょ自分が一番嫌だよだってあのね2 3 0分話してさそれがボツになったらねもう体力なくなっちゃうからだからあの一発でねしとめます 集中して聞いてみてください。はい、ということでですねまず最初に、えー、物理学ですね実は研究分野大きく二分されます。一つが素粒子原子核宇宙っていう分野ともう一つが、えー、物性物性物理っていう分野です。これに大きく二分される。 えまあね、もちろん、えー、今では当たり前のことっていうふうに自分は思ってるんだけども、まあね、当時の,、ね、その高校生とかの気持ちを思い出したらあのこういうことですらねしっかり把握できてなかったのでえそこからあの優しく、ね、話しく話ていいいきたいと思います、えー、もう一回言いますね物理学って実は大きく、えー、研究が二分されていてあの、ね、当然そのうまく切り分けられなかったりする分野とか今回ねあの名前が出てこない分野もあるんだけども えー、なるべくですね、まあ、まとまりのある話、わ、まあ、かりやすい話をしていこうと思います。ここでは、だから、その、研究の分野の分け方の一例だと思って聞いてください。とりあえず、大事なこと。素粒子、原子核、宇宙って分野と、物性っていう分野に分かれる。実際に、まあ、こういうふうに切り分けて行われる研究会とか、あとは、その、大学生のね、学部生向けに開かれる、まあ、そういうなんか、サマースクールみたいなやつでも、よくね、こんなふうに分かれてますどう、えー。どうしてこんなふうに分かれるかっていうと、やっぱりその、まあ、共通言語というか、その、使う物理学の背景が、まあ、 似似ててるるっちゃ似てるんだね。こっちの人たちはこっちでこっちの人たちはこっちでっていう風になのでまあこんな風に大きく二分されますで最初にこの話をねざっくりイメージするためにちょっとあの,物理の、ね、イメージを書いておきましょう。はい、今ここにあの切り分けてね書いたんだけどもあの物理って扱う対象の大きさによって、えー、大きくですねあの物理の分野が変わってきます。例えばこれが大きさの軸だとする。 そして、今、こっち側が物性。まあ、物のね、えー、と性質って書いてるんだけど、物質の性質を探っていく学問の方を、じゃ黄色で書きましょう。これが、どんなところを扱うかっていうと、通常ですね、こういう真ん中ら辺のスケールです。はい。ここにどんなものが入ってるかっていうと、例えば、まあ、こうやって小さい側に原子とか。そして、まあ、これの、ね、大きい側に生物とかがある。 そういうものを扱っていくのが物性と。だからまあ身の回りにあるような物質の性質を探っていく学問が物性物理学って言います。そしてこの素粒子原子核宇宙っていうのはどこを扱うかっていうと今ここでカバーされていないような部分。こことか、こことか。だから素粒子とか原子核みたいなもっともっと小さい、もっともっと究極に小さいスケールの話。そして宇宙みたいなめちゃくちゃでかい。 えー、例えば、えー、太陽までの距離とか、えー、銀河、まあ、銀河外側とかっていうふうに、どんどん無数に大きいようなスケールも扱うと。なんかね、これ聞くとね、最初、びっくりするんだよね。あの、え、大きさで二分した時に、なんでこうやってなんか分かれるんだよ、みたいな。なんで小さい話と大きい話が一緒の分野にいるんだよ、と思うかもしれないんだけども、これもですね、あの、物理しっかり勉強するまでは自分もよく分かってませんでした。ただですね、あの、実は物理って、こういうふうに単純にね、横軸でバーって書けるわけじゃなくて、実際はですね、こうなってる。 はいこのトントントンってやつはねあんま得意じゃないのにやっちゃったここら辺つがっちゃったんだけどあの <laughs> こうやって点線で繋がってると思ってこういう風になんかあの蛇が自分の尻尾噛んでるみたいに繋がってるんだねでどうして繋がってるかっていう話もですねあのこっち側で話していけたらなと思いますとりあえずあの物理学全体イメージとしてこういう風な大きさのスケールでよく分かれているってことをですね、えー、なんとなく認識しておいてくださいえー、っとですね自分も最初はあの例えば大学入って1年生とか2年生の頃はもうねあの こっちにかなり傾倒してた。自分はあの素粒子やるんだとかってね、その究極の、えー、方程式見つけるんだ、この世の真理とかってね、思ってたんだけど、だんだんですね、まああの丸くなってというか、ま顔、あ、は十分丸いんですけど、この考えがね、えぇ、ー、入話になってというかね、あの、えー、視野が広がってきて、いやいや、物性でもまだまだ面白いことあるやんと思ってこっちに行った人間なんだけども、まあ、そもそもね、どうしてこの素粒子とか原子核とか宇宙の分野に興味を持ったかっていうのは、まあ説明しなくてもですね、 わ、えー、かると思います。やっぱりワクワクするよね話聞くときに。例えば一番ねこっち側で、えーまあ、ビッグネームというか、えー、物理学っていったらイメージをね、えー、する人が多い素粒子物理学の分野から話します。はい。このまあここで言う素粒子っていうのは本当にあのこのね世の中を構成している物質の本当に根本の根本小さいとこ小さいとこに行ってじゃあ大元は何なんだっていうふうなものを考えるのが素粒子物理学なんだけども。 例えば、まあ、高校とかでもね、習うような、え、原子ってもの。で実際には、原子には、その中に原子核ってやつがあって、で、原子核は、陽子中性子で構成されてる。で、本当は、その中に、え、クオークってやつがあってって風ふうに、どん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 細かく見ていくことができるわけだね。じゃあ、大元は根本はもっと、もっともっと考えたらどうなんだとかっていうのを考えていく。よくこれは、あの、物質と時空についての究極の、え、理解を目指すとかって言われるんだけども、 なんで時空って言ってね、時間が絡んでくんだよって思うかもしれない。粒子見てんな、こっちは。時間の話はしてねえって思うかもしれないんだけども、絡んできちゃうんだね、どうしても。あの、めちゃくちゃ細かいものを見ていくと、時間とはってなってくるんですよ。必然的に。なので、あの、よくね、えー、時空とか、物質とかの究極の方程式を探していく、えー、学問としてのね、性格を持つって言われています。例えば、一つ夢なものとして、そういうふうには究極の、えー、ものをね、構成粒子を探していくと、最終的に、粒じゃなくて、 紐でできてるんじゃないかっていう,の、えー、いうふうに考える、えー、分野があります。それが超紐理論とか超弦理論とか言われるやつ。はい。まあ仕方ないよね。ワクワクするよね。自分もすごくワクワクしてた。えー、この世の本当に一番小さいところに行きたいと思ってこ、ね、それを調べたい。うるせえおめえら、物質なんてな、あの、こういうのの集まりなんだとかね。生物全部そんなの粒子の集まりだとかってね。あの、過激派だったよ。あの、ごく短い時期はね。あの、そういう時もあったんだけども。 えーまあ、そういうものについてまだね、その、まあ、ロマンがたくさんあるので、そういうのを調べるのが、こういう学問。ワクワクするのは仕方ない。自分もワクワクしていたからです。で、えー、素粒子物理学。そういう、まあ、素粒子っていうスケールよりも一つ大きいところにあるのが、この原子核っていう物理学です。はい。原子核物理学と。だからまあ、これは原子核っていう、だからまあ、素粒子物理学よりも一つ大きいスケールだね。原子核ってもの。で、 別に今更原子核なんて面白くねえよってね。ただ陽子と中性子が集まってるだけだろうっていいかもしれないんだけども、確かにそう思う気持ちはわかる。ただでさえの一つだけじゃあ紹介するわ。あのヘリウム6ってやつ紹介します。ヘリウム6って名前の通り、あの質量数が6のヘリウムのことなんだけども、どんなものを想像するこれ。いや原子核だからわかるわっ,つってね。陽子と中性子がね、ギュッと6個詰まってるんだろって思うかもしれない。違うんですよね。どう違うかっていうと、ヘリウム6って実はこんな風になってる。 二個の陽子と二個の中性子がギュッとなっていて、そしてその周りを、こうやって回ってる描像の方が真実に近いです。これがまあヘリウム6の実際の原子核の構造なんだけども、こういうね、中性子が、こうやって原子核の内部に閉じ込められてるわけじゃなくて、その周囲を回ってるような状態、こういうのを中性子波動って言ったりします。ね、こんな急に、 こんにちはって言われても困るわって思うかもしれないんだけども、あの、このハローってなんかあの、おぼろずきっていうもののね、その、光のふわふわした部分の、あの、輪っかの部分をね、えー、言うらしいです。だからまあ、そういう、え、ところから取られて中性子ハローって言われてる。不思議でしょ。原子核にもまだまだですね、わかってないことたくさんあります。えー、より専門的な用語で言うと、だからまあ、原子核を構成する、え、奴ら、まあ、核子ってものが、強い相互作用ってもので、えー、まあ、 支配されてるんだけども、そういうものが見せる、まあ、こうやってね、何個も集まった時の多数の粒子の集団がどんな振る舞いを見せるかと、まだまだわかんないことた、えー、楽しいことたくさんあります。それが原子核物理という、えー、分野。まあ、すごく魅力的だよね。やっぱりこういう話聞くと。そして、えー、ここからね、なんかいきなり性格変わってもいいかもしれないんだけども、宇宙の話しましょう。宇宙物理学。はい。えー、宇宙物理学ってどんなものかっていうと、もちろんね、これもすごく幅広いんだけども、ちょっとわかりやすい例を挙げれば、例えば、 えー、ビッグバンとかこれってあの宇宙が一番最初にすごく小さくてギュッとしていて灼熱の状態だったそこから広がってったって考える、えー、学説なんだけども、まあ、これは正しいと、えー、今でも考えられてるビッグバンっていう状態があったでそういうふうに宇宙が広がってった。 こういうふうにあの宇宙の、ね、本当の初期過去の話とか、宇宙物理学はあもちろん今の話、今の構成がどうなってるとかって話もやるし、あとはその先の未来のことも扱う。宇宙この先どうなってくのかと。で、結局、どうしてね、こういうふうに繋がってくるかっていう一つの説明が、あの宇宙って一番最初にぎゅーっとね、その小さかったって考えられてるのね。で、最初にめちゃくちゃ灼熱の状態で、なんか原子みたいな状態が保てないわけ、バラバラになっちゃうから。なので、あの素粒子がたくさんあったんだけども、 あの、そういうふうに、宇宙の初期の方を考えると自然にこういうね、小さい話を扱わなきゃいけなくなっちゃうんだね。そしてさっきも言ったけども、素粒子物理学、本当に、えー、頑張ってやろうと思うとですね、あの、時空絡んできます、えー。時間とか空間の話が。で、そういうのをね、大きく扱っていくのがこの宇宙物理学で、かなりですね、まあ、えー、共通の言語はあるわけです、えー。その分野によっては。なので、まあ、こっち側に入ってる。素粒子物理学、原子核物理学、宇宙物理学と。えー、自分はですね、すごくまあ、今でももちろん魅力に感じ、えー、るんだけども、 えっとですね、多くの場合、物理学のイメージって、まあ、こっち側のね、えー、だけの人が多いと思います。なので、今から気合,気合を入れて話していくのは、主にこっちになります。そして今ね、この3つの分野紹介したんだけども、今後もずっと同じだけど、この物理学を研究する、えー、っと、まあ、グループって大きく2つに分かれてて、えー、理論をやる人たちと実験をやる人たちです。えー、これ全部どっちもあります、もちろん。 素粒子物理学、えー、理論をやる人ももちろんいます。で、それを、まあ、検証する人もいます。実験のグループ。で、まあ、例えば素粒子物理学だったら、本当にね、細かくしていかなきゃいけないから、めちゃくちゃ速い粒子とかぶつける必要があって、そういう粒子を加速して、えー、ぶつけてバラバラにする。だから、まあ、加速器っていうものが必要になるんだけども、めちゃくちゃでかいよ、そういうのって。あのー、どれぐらいでかいかっていうと、これぐらいです。これぐらい。 嘘ですあの。国またぐレベルで場合によっちゃでかいです。そういうものを使って加速させて、粒子ぶつけ調べるような実験の人たちとかもいるし、もちろんここら辺も実験いるし、実験いる。宇宙物理学とかね、もちろん望遠鏡みたいな、様々な種類の望遠鏡を作って、遠くのものを見て過去のことを知ったりとかするっていうふうに、理論の人と実験の人がいます。物理学って実験で理論が実証できなかったら、その理論はただの基上の空論だからね、しっかりと実験というものは両軸で進んでいく必要があると。そしてですね、やっぱりまあ自分の専門分野に近い物性の方にね、 の熱を入れて話したことになるんだけどもまあほとんどの人はさっきも言ったようにこっち側のイメージが強いかもしれない多分ね、えー、でもねあのこっちもまだまだ面白いことあるんだよねやっぱなんかどうしても最初の頃って、えー、なんか究極の方程式はとかねこの世の中を記述するたった一つの式見つけたいっていう気持ちがあるんだけどもそういうふうのなんか根本の一つの本当に細かいところだけ知っても実は物質みたいなマクロな形は理解できないんだよね自分はそれに気づいてまあハッとしたんだけども それを表す有名な言葉があってあのフィリップ・アンダーソンっていうねあの最近亡くなってしまったんだけども有名な物理学者が言った言葉でこんな言葉ありますはいモアイズ・ディファレントとかっちょいいかっちょいいですよねあのでも日本語訳するとよく言われてるのがタワ・ー稲荷っていうねなんかそのお稲荷さんみたいなあまりかっこよくないんだけど英語で言ったらかっこいいモアイズ・ディファレントとだからこれ何を言ってるかっていうとその 例えばね、あのここの言葉を言った人は、どんなことをね、考えていたかっていうと、あの、当時ね、その要素還元主義っていう、こういうふうな、そういう私物理学みたいな分野に、めちゃくちゃみんな注目していて、そういうところにも、あの、予算が集まっていたわけです。究極のね、その、これ、この世の中の一番小さいところに行こうとかっていうふうな学問が重視されていたんだけども、それだけ分かっても、こういうふうな枕名もって理解できないよねっていう。だからまあ、多かったらそれは違いますってい多いものって違うよって言ったんだけど、えっ、ー、と、例えば、 どんなものがあるかっていうと、えー、とまあ磁石磁石ってあの熱したら、えー、磁石じゃなくなるってことがあったりするんだけどもそういうふうなものを相転移っていいますそういうふうな相転移ってじゃあ一つ一つのその磁石の大元である粒子を見てたら分かりますかっていうその一粒の性質見てたらそういうふうに熱したらマクロの性質としてガラッと変わるっていうのは理解できますかっていうね例がありますできないはずだよね一つだけ見ててもです だから多数が織りなす、その経営全体のシステムが織りなすすごい現象っていうのは、多いものとしてしっかり理解しなきゃダメなんだよねっていう、根本を突き詰めていっても、要素還元主義的にめちゃくちゃ細かいもの、細かいものと見ていっても、結局それらが多数集まった時の、えー、性質、振る舞いってわからないよねという言葉が、思わずディファレントってに詰められてるんだけども、だから要するにそういうのをね、扱っていくのが、物性物理学になります。いいでしょうか。はい。だからまあ、簡単にね、言うとこっち側がまあ、なんかより、 小さくって方だったら、こっちだったら、より多くっていうふうなものに、えー、まあ注目した学問の体験なわけです。例えば、物性で一番まあ大きい分野、固、えー、体物理学ですね。固体物理学。まあ、それはあの名前の通り固体を扱う物理学なんだけども、どうして固体を扱う物理学は一つの学問体系になるかっていうと、やっぱりね、あの、めちゃくちゃ大きい、えー、多い粒子。例えば、だから、その10、10二23乗個とかっていうものを扱うときに、 あの、本当にそれらが自由に動かれたらたまんないわけだね。たまらん、それはもうこんなやられたらやめてってなっちゃうからね。あの、個体みたいな、例えば結晶みたいに、あの、規則正しく組まれてるような粒子があったら、例えば部分的に見ても、それをね、無限に繋げて考え、考えることによって、その性質が理解できたりするわけです。だからまあ部分がね、その、えー、部分がずっとね、無限に繋がってるって考えられるぐらいたくさんあって、そういうものを見れば、えー、全体の性質が理解できるよっていうふうに、まあある程度固定されていれば調べやすいんだよね。 ある程度ねあの、えー。だからそういう固体物理学って分野があってこれめちゃくちゃ広い扱うものが例えば金属とか有電体とか磁性体とか全部これらに含まれます。で、まあ、一番有名な例で言うと超伝導とか。まあ、よくねこういう例見たことあるかもしれないんだけどもこれっていわゆる超伝導のね、えー、2つの性質の中の大きい1つになりますマイスナー効果。 あの磁場がねこの超伝導体の内部を侵入しなくなるっていう現象なんだけども超伝導ってまあこの他に有名な方ってあの急に電気抵抗がゼロになるっていう完全導電性って性質を持ったりするんだけどもそ、まあそれが超伝導なわけでこれも扱うのは固体物理学です。で、えー、こういうのもねその挙手的な性質であって急にそのマクロな物体が電気抵抗ゼロになるとかねマクロな物体が磁場侵入しなくなるとかっていう風に多数の性質を理解しなかったらこれ分かりません。一個一個の粒子だけ見て,てもわからない だから固体物理学、この物性物理学代表するような分野になってるんだけども、あの、例えばね、えー、未解決問題として有名なのが、超伝導っていうものが今話したやつなんだけど、超伝導って今のところですね、結構めちゃくちゃ冷やさなきゃ、えー、冷やさなきゃため、その超伝導状態にならない。えー、で、夢は何かっていうと、常温で超伝導体を作ることと。だから常温で自分たちが過ごしてるような環境で、もし超伝導体ができたら、もうめちゃくちゃ、えー、安いコストで、 え、その超伝導って現象を使うことができる。電気抵抗がなく電流を流せるっていうのはめちゃくちゃ有効なんですよ。いろいろと。普通はね、電流流そうと思ったらいろいろ損失があります、ね。熱が発生しちゃって。それもなくなるって言ってるんだから、めちゃくちゃまあ便利なんだけども、なかなかね、常温で。それが実現できないから、今超伝導を、超伝導の施設使おうと思ったらめちゃくちゃ冷やす。いうのね、最近ニュースであの、マイナス23度ぐらいかな。あとちょっとで、ね、常温みたいな、ね、ニュースがあったんですよ。それで超伝導体作れたみたいな。ただあの、圧力が何百ギガパスカルとかっていうね、その、え、バカ強い高圧で、 常温には近づいたけど、この普通の状態とはずいぶん違うよねっていう話があって、なので、まあその常圧で、あとは常温みたいな、その本当に今自分たちが感じているような、えー、条件で、超伝導体が作れたらですね、めちゃくちゃ、えー、すごいし、ノーベル賞間違いないでしょ、えー、それが難しい理由の一つが、まだね、理論がそういうね、完璧に完成してないからっていう。もちろん、ね、あの、部分的に説明するような理論とか、えー、ある特定の領域について説明できるな理論があるんだけども、本当に一般的にそういう温度が高い状態で、 超伝導体になるっていうものの理論が分かっていない。まだまだです、ね。分かんないことたくさんあります。はい。まあこういうね、超伝導体の話をしたんだけども、そういうものに代表、そういうものを代表とするような個体物理学って分野があるということ。そしてですね、この個体物理学って主に個体の内部を扱うんだよね。普通は内部です。まあバルクって言われる内部を扱います。ただ、表面はじゃあどうなのっていうのが最近ね、確立してきた学問で、表面物理学って言います。 これは今言ったように、物体の、こういうまあ表面を扱うような学問。あと、まあ、あの、別の種類のえ物体がこうやってくっついてるときにはその面のことを界面とかって言ったりするんだけど、はい、だからこういう表面とか界面とかを使っていく。実は、ま、こう、えっとね、従来までは、 なんだろうな。まあ、表面はもちろんあったよ。えー、昔から表面なかったってことって、えー、なかったってことはないけども、表面の物理的性質を見るのって、もう、ね、諦めになれてたんだね、ほぼ。どうしてかっていうとですね、あの、めちゃくちゃ複雑だから。その個体の内部っていうのは、同じような規則正しいものがつな、えー、がってたりするんだけども、表面ってさ、その先がないから、もうあの、そういう無限につなぐ繋がってるみたいな性質が使えないよね。なのでめちゃくちゃ難しい。ちなみにあの、それを表す有名な言葉として、 あの、パウリっていうね、ノーベル物理学賞を取った人がいるんだけど、その人が言った言葉で、えー、個体っていうのは神が作りたもうたと。しかし、表面は悪魔が作ったっていうね。えー、悪魔が作ったのって思うかもしれないんだけど、それぐらいやばいんだよね。なので、結構あの、えー、物理学とか、全体サイエンスの発展として、まあかなり遅れてきた。ただ、重要なら間違いないんだよね。どうしてかっていうと、例えば、触媒とか、まあ個体触媒を考えるときに、 どこがうまく働いて、その触媒作用が、えー、触媒作用うまくいってるかっていうと、表面なんだね、多くが。なので、個体の表面とかっていうのを理解しなかったら、そういう触媒作用が理解できないんだけども、今はこういう学問がね、発達してきて、そういうのがどんどんね、徐々に明らかになった。今まで結構、だからそれがブラックボックスだった、かなり。で、実際に少し勉強するとわかるんだけど、この物体の表面っていうのは、物体の内部と違う電子状態がね、存在して、あのー、それならではのね、面白い豊かな性質があります。 だからまあこういう一つの分野として成立してる。それがまあ表面物理学。まだまだ、ええー、まあ歴史的には浅い学問になってますね。えー、そしてまあ固体物理学、表面物理学説明して、ええー、他には、えー、っとですね、まあ自分にどん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 近い分野にしていきましょう。ソフトマター物理学。なんだこの美味しそうな物理学は頭かもしれないんだけど、確かにそうで、ソフトマターってまあ名前の通り柔らかい物質なんだけども、具体例として今からこれ書きましょう。 はい。ここに書いたのは何でしょうもちろん、うんこじゃないです。あの、ソフトクリームです。まあ、どっちもソフトマターかもしれないけど、ね、ソフトクリームだと思ってください。ソフトクリーム。なんかソフトクリーム感出るためにコーン塗ろう。はい。これでコンプライアンスクリアですね。あの、ソフトクリームとかって柔らかい物質で、例えば何か力を加えたら変形しちゃうでしょ。これね、困んのよ。物理では。あの、ソフトマターじゃない。例えばこういう個体だったらどうなるかっていうと、何か個体にさ、力加えてもさ、あの、 ほとんど変化しないでしょまあ、微小に変化するかもしんないけど、微小な変化って、物理学とかではよく線形と見直せるような変化。だからまあ、あの、例えば、2倍だったら2倍みたいな関係になり立つんだけど、ぐわって変形しちゃったら、そういうのが成り立たないんだね。それを非線形領域って言ったりするんだけども、まあ、そういうふうな非線形の応答についても扱っていかなかったら、ソフトマターって理解できないよねっていう、えことですね。だからまあ、なかなかね、難しい学問であるんだけども、いろんなね、手法がね、確立されてきて、学問に一つになってると。ちなみに、あの、自分が、 えっと、大学の4年生の時に、自分が研究テーマとして持ってたのが、このソフトマーター物理学の中の一つで、自分がやってたのはですね、あの、なんだ、バラエティーとかでよく、液体の上走るぞってリアクション芸人とかがやってなんかの白い液体の上パパパ,パって走って、お液体の上走れたハッピーおー面白いって言ってね、あの、バチャーンって聞く、おうまくいったぞってやって、あの、ズブズブズブって,って沈んでいくような、全然あのうまく説明できなかったけど、そういうの見たことないですかね。あるはあの、ダイラ単子っていう現象なんですけど、 まあだえー、ダ大裸端子は、ああいうね、えー、粉をたくさん入れなかったら、真っ白になるぐらいまで入れなかったら、えー、起きないんだけども、自分がやってたのは、えー、すごく薄い希薄な高、えー、分子のある溶液を使うとですね、そういうのがまあ起きますよっていうのを、えー、理論をやってました、それの。実験があったので、その理論がなかったってことで研究のテーマになって、えー、それをですね、あのー、共同研究で大学の先生と一緒にやってました。はい。まあ、ということでですね、ソフトマタート物理学まだまだ面白いし、えー、自分がすごく好きな分野ではあります。 何かこういうね、あのー、ミクロな世界というよりか、マクロな世界に分からないことたくさんあるよってことのまあ一例ですよね。こういう柔らかい物質って扱うのが激ムズと。はい。ということでですね、まあ、ソフトマーター物理学紹介しましたが、他にも何があるかというと、物性基礎論。えー、この用があんまり、ね、知らない人がいると思うんだけども、結構あの、日本のね、物理学会ではあの一つの、えー、結構大きいコミュニティになってます。物性基礎論。あの、これ日本ならではのね、えー、表現方法らしいんだけど、えー、簡単に言うと、 統計力学の基礎的なことを扱う、えー、分野ねで。基礎的なことって、まあ、ある程度物理だと分かると思うんだけど、簡単って意味じゃなくて、あの本当に根本って意味です。だから、まあ、統計力学の本当に根本的なことを扱おうみたいな、えー、学問がよくここに分類される。物性基礎論というやつ。例えばこういうのが扱うのって、想定位とかあの。こういうのがね、ここで、えー、ここのコミュニティにいる研究者の人たちが扱う。 その、相転位って、本当に何かの物質の相転移を使うっていうよりかは、まあ、それの、ね、本質を抜き出したような、抽象化したようなモデルとかを考えて、転移位ってものを理解しようっていう、いろんな、あらゆるね、想定位の現象について、共通の性質を見出そうとかっていう、えー、心持ちの人がすごく多いです。他に何があるかっていうと、統計力学で分かってないことってまだまだ本当はたくさんあって、例えば、あの、時間の向きってどうして生まれるんだろうっていうのも、まあ、こういう統計力学とかで考ええー、られるわけです。だって、ミクロな法則、 えー、例えば運動方程式とかあるいは、えー、っとシュレディンガー方程式とか、まあ、電磁気学の末ル方程式もそうだけどあれ全部時間判定対象で時間の向きが入ってないわけですよだからまあ,あの例えば力学で言うと簡単なんだ,簡単なんだけどものがこうやって動くそしたら普通逆側の方向も、えー、ある初期条件を与えれば必ずねこうやって実現されるんだけどもじゃあ時間の向きとはっていうのはねでもどう見てても今日常で時間の向きあるわけです。 えー、確率にこっちからこっちは起きるけど、こっちからこっちは起きないみたいなものがあると。いいですね。複数本に帰らずとか、えー、よく言うけども、ああいう現象があるわけです。そういう時間の向きってどっから生まれてきたのって考えるのも、よくここら辺の人がやってます。統計力学的に考えるんだけど、あのー、一つのね考え、考え方として、例えばね、こうやって箱に中に入った一つの粒子が動いてるだけでは、時間の向きってわかりません。あの、逆再生されて,ても気づかないビデオで。ただ、たくさんの粒子があって、例えば、片っぽに、 すごくギューっとした状態から散らばっていくと、ああ、今時間が進んでるってなるでしょ。ただ、散らばった状態からキューって一箇所に集まったら、おい、おい逆戻しやんけやってなる。よね。っていうふうに、多数の粒子が集まった時にそういうふうに、まあ、時間の向きっていうのは創発するっぽいじゃないですか。だからまあそういうね、たくさんのものが集まったものを扱うのは、この統計力学なんで、統計力学を使ってまあそういうもの,の、時間の向きの、ね、期限を調べたり、えー、とかっていうも人もいます。 ちなみにもちろんね、あの、本当に根本に考えたら、量子力学のレベルで時間の向き説明したいと。ただまあ、その時にいろいろまあ、困難があってですね、まだあの、本当にいろんなあらゆるケースで認められたようなんですね、ものは存在しないんだけど、いわゆるその熱力学第二法則みたいな時間の向きっていうのを、量子力学みたいなミクロな法則から導けないかみたいな問題は今でも残ってるテーマです。他にもあの、こ,こら辺ね、自分の家近いからいっぱい話したんだけど、非平行統計力学っていうのも完成してません。 あの、統計力学っていう分野はもうあります。かなりうまくできてるもう確実されてる。でも統計力学って、平行状態しか基本は使えません。平行状態。だからもう落ち着いた状態。非平行みたいな領域で成り立つ統計力学ってまだまだですね、未完成です。もちろん部分的に分かってることはたくさんあります。ただ、本当にぐちゃぐちゃな非平行の状態には、ほとんど何も人類はまだできません。という風に、非平行統計力学もちろん、ね、現象としてはめち,ゃ、えー、めちゃくちゃあるわけです。コップの中に水入れて、ぐちゃぐちゃにする。非平行じゃん、めっちゃ。ね水分子たくさんあります。統計力学使え 使えません。うまく。冷え子だから。っていうふうに、まだまだ、えー、未解決な問題、たくさん眠ってる、面白い、スリディングなね、領域だと思います、自分は。そして、えー、もう一つね、自分がやってたものとして、ここら辺がね、かなり安田分野なんだけども、生物物理と、えー、生物物理学。えー、これ、まあ、名前の通りで、生物を物理学的に扱う学問なんだけども、一つ夢の例を挙げると、こういう、まあ、あるね、生体内にある缶の上を、 よちよち歩く機械みたいなやつがいるんだよね。本当にです。こういう風になんか歩いちゃおうかなって言って、たまにうん、客戻りとかってやったやつがいるんだよね。こういうのを生物分子モーターって言いますが、こういう生物分子モーターが、いかに周囲の環境からエネルギーを得て、えー、まあ、その、効率的に動いてるかっていうのも研究するのが、まあもちろん物理学にならね、そういうエネルギーから運動とかっていうのを考えるので。だからまこういうのをやってる人がいたりとか、まあ自分が結構これに近かったんだけども、他にはですね、あの、かっこいいこと言うと、わっと譲られる。 生命とは何かみたいなね。その、生命って何だろうねって考えると、めちゃくちゃ結構複雑で、例えばまあ、自分たちもね、原子でできてるわけだけど、原子1個でそれ生命ですかって、それは生命じゃないでしょって、じゃあ2個では生命じゃないでしょ。3個では生命じゃないでしょっていうふうに、どっかから生命だと感じる何かがあるはずで、そういう原理みたいなものが、まあ言ったらなんかゴール一つとして、不等式みたいなもので書けないかとか、そういう何かね、かなり難しい難題ではあって、なかなかですね、あの、それに迫ったものって少ないんですけど、 まあこういうね、えー、そういう研究している人たちもいると、だから物理学的に生命の起源を考えたりとかする研究の、えー、分野もこの中に入ってます。ということでまあね、物性の分野にもいろいろあることがあったと思うんだけども、あのー、まあ最後に紹介する分野としてこれをやっておきます。ここをですね、あえて消して書きますね。ここにまたがって、えー、書かれる研究分野が量子情報科学と。 量子情報科学、まあ、とりあえずこれがどんな学問かって話をするとですねあの情報ってまず概念じゃなくて物理的な実態を伴うものなのね。でそういうものについて古典物理の世界ではなく量子、えー、物理の世界で考えていくっていうのがまあ一つの量子情報科学の流れなんだけど有名なものとして例えば えー、量子的な方法を使って情報伝達を行う量子テレポーテーションとか、あとは有名な言葉として、まあ、量子暗号とかっていうのがあるんですが、まあ、そういうふうに情報を量子的に扱っていく学問が、この量子情報科学と。で、あのー、どうしてね、またが、えー、またがらしたかっていうと、最近で、ね、はですね、その逆側の動き、その、量子、情報を量子の言葉で書こうっていうふうに、量子的に理解しようっていう流れから逆輸入みたいな形で、なんか情報で言葉でまとめたら、量子力学って、 めちゃくちゃうまく理解できるね、つって、その、むしろ逆に情報を理論の立場から、え、いろんな分野にね、その理解しようっていう、情報の立場から、まあ、量子理解して、それをいろんなところに使おうっていう、だからその、なんか共通の言語みたいなもの、物理学の、を作るような、まあ、動きがあって、そっちがもちろん、え、そういうのが素粒子とか、え、この宇宙とかの分野に用いられたりとか、例えばまあ、え、えーっと、なんだろうな、ブラックホールとか理解するときにこういう情報の概念を考えたりとか、もちろんね、こっち側にも使われてますが、物性の分野にも、そういうふうに、 なんかまあ、どんどんね、その年月が経て、経つにつれて分断されてきた物理学のこういう分野をまたね、一つにつなげるような、なんかノリみたいなやつがですね、最近は量子情報科学の立ち位置なんじゃないかと思います。で、あの、自分もね、大学院生の時に研究室にね、あの、こういうのをやってる人がたくさんいるような研究室でしたが、めちゃくちゃですね、やっぱり面白かったですね。特にあの、こういう分野と、自分がやってたようなこういう分野がまあ、すごくね、絡んでいて、すごく面白いし、さっき言ったような、 時間の向きみたいな話の時に、えー、結構ですねまあ情報の話が入ってくるんですよねなので結構まあ密接に関わってたりするとだからまあぜひですねあのいろんな話をしたんだけど、えー、まあねどれか楽しいなと思うものがあったらよく、えー、自分でまたね再度細かく調べて分野をね選んでくれたらいいなと思いますあのねあんまりボケれなかったんで最後にボケよじゃああのこのね基礎分野のねバージョンでも、ね、使ったボケなんだけども 漁師情報科学の漁師って、魚の方の漁師じゃないからね。あの、その漁師情報だったら、こうなるから。おいおいおいお隣さん、こっちの方、こっちのこのポイントで、めっちゃ魚取れるよ魚取れるよっつって、奥さんも来てってたの、奥さんが来て、あの、わあ、確かに、ここでいっぱい釣れるわねってやって、あの、ああ、あんまり見ないで、こんななんか一瞬くら取ってる姿、あんまり観測しないでっていう風に、ね、なっちゃうからね。やっぱりあの、後付けのボケって良くないですね。ということで、あの、 以上です、この動画。お疲れ様でした。